はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況するアースウォーズ、今回はですね第8夜目、続きの方をプレイしていこうと思います。スキルの方がいろいろ解除されまして、いろいろね武装も強化できるようになってですね、あの弓だったりとか、あとはね、体験とかも出てきて、いろいろね使えるものが増えてきたんですけども、ちょっとね体験をね、使ってみたんですけど、非常に癖があって使いづらかったので、ちょっとしばらくはやっぱスピード重視でちょっと、片手剣のね、方でやっていこうかなと思います。で、いろいろねこんな感じで装備が出てきて、はいはいはい、これがちょっと作りたいんだよね。ほうほうほう。あとこのスナイパーライフルもね、もう素材としては集まってるので、あとはねちょっと、エネルギーをね、使うだけなんですけども、これと今のところね、これとこれが欲しいね。体験ね作って使ってみたんだけどね、だいぶちょっと癖があって使いづらいので、何やっていこうかな。サンプル品回収、ジャパニーズ忍者倒したいんだよね。ジャパニーズ忍者ケルベロスアシュ、これちょっとやってみたいっちゃやってみたいけどね。はあ、はあ、大型イーバー、得意種はちょっとまだいけねえんだよな。はあ、はあ、あれスレイヤー倒したいな。スレイヤー、あ、これか。これだね。スレイヤー倒して素材を集めて、ただ、お金が貯まるかどうか微妙だけど、とりあえず素材は欲しいので、ちょっとこれをね、やっていきたいと思います。これより任務を開始する。はーい。未知への興味で、マップはここで、こっち側にね、スレイヤーがいるんですけども、手前でまず得意者が一体いて、ちょっと、サソリのね、得意者倒しに行こうかなと。ちょっとレベル11だし、そろそろ武器も強くしたんで、ちょっと個人的にいけるんじゃないのかなっていう、ことなので、ちょっとやってみたいと思います。これでね、飛び道具を防げるらしいので、いや、体験よりやっぱいいね。手数で勝負できるので、多分こっちの方が多分強いんだろうね。体験だとね、攻撃1回で132ぐらいなんですけど、で片手剣でだいたい72とかか。ただ手数と、リーチがあるので、そこをね、でもスピードで、これはでも勝負した方がいいのかなと。思うよね。思いますね。特に。デストロイアタックなんかも出しやすいので、まあいろいろね、使ってみて使いやすい装備で行くのが大事ですよね。ちょっと得意種を倒しに行こう。確かこの先にいるはずだから。まあやばくなったらね、逃げればいいから。やばくなったら逃げよう。倒そう。何回何回目だよって言ってな。なに見えない。よし。あ、いけるいける。これはいけるぞ。よし。勝て勝て。あーせー。よし、これで投げて。OK。攻撃を食らわせ、食らわなければ。あ、いけるいける。こいつ倒せるぞ。エクシード。いてて。危ねえ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 。
あぶねえ。あぶねえって。死んだ。いや半分。バカ野郎。いや。ああミッションフィールド。いやちょっと毒死倒すまでやるよ俺は。毒死倒すまでやるよ。どれだっけ？ミッチーへの今日これだね。これより任務を開始する。いやいけるな。あの攻撃のパターンさえ読めればいけそうな気がするな。だいぶ今まではね全然削れなかったけどだいぶ削れてたから倒せそうっちゃ倒せそうだな。じゃあ頑張ろう。そうなんだよね、リスボンが1回しかないからボス戦があるところだとね2回ぐらいできるんですけど、いやー1000体力上げたからな。なんとかこれでうまいこと倒したいな。なんか貴重な装備とか出るんでしょ。それは欲しいよ。よいしょ。やっぱ回復がないのが一番きついかな。回復があればねまあ多少なりともね形成能力高くなるからねいいんですけど。 OK さあ行くぜ。とりあえず炎を出してくる飛びかかってくるの攻撃パターンだからこれをびっくりマークが出たときにブーストでこれだね。この攻撃はブースト2回でにかわした方がいいかもしれないな。でこの飛んでるやつをあえて残しておきたいっていうのも作戦の一つかなと。よし OK。 あいた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 。やばい、デスレアタックできなかった。オッケー。よし。これでコンボを叩き込む。くそ。どこへ行くというのだね。危ねえ。よし、集中しよう。欲張らない方がいいか、こういうの。欲張っちゃうとダメだから。欲張っちゃうとダメね。こう3回をくそ、このバックステップやだな。よし、やばい、マップがいない。エクシード、このエクシード状態の時に調子こくと削られちゃうからちょっと気をつけて戦おう。あーちゃあちゃ、危ない危ない。よし OK、 半分ぐらい削ったぞ。危ねえ、怖い、怖すぎる、怖いよ。よし半分、あでも半分以上削ったな。いいぞいいぞ。 OK かわして、よし投げて、そろそろ飛びかかってくるか。あぶし、あぶねえ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 。やばい、ブーストが。よしよしよし、裏を取ってオッケー、オッケー、見切ってきたよ。あぶねえ、あぶねえ。よし一回引いてエクシード100になったらもう一回使おう。あぶねえ、あぶねえ。よし、やばい、くそ、危ねえ。
待て、もうちょい、もうちょい、もうちょい、よし倒した。なんか出た、あれこれだけなんかすごい特別なやつが出るっていうわけでもないの。いやでも頑張って倒したよ。よしよしよし、いややったね、案外いけるもんだねやっぱ。いや体力半分削られたよ。この先にまだ得意種もう一体いるから、それをあれはちょっとまだいけない、いけないんじゃないのかな。すごい硬かったんだよな、1しか食らわなかったし、前回戦った時かな。やっぱ体験よりもスピードがあるこっちの方がいいねやっぱり。よしよしよし、ちょっと早くね、日本刀とスナイパーライフルを使ってみたいよね。テック値がかなり高かったのと、も攻撃力高いのでアウトレンジで戦えるんじゃないのかなっていう。怖い怖い、ここにいるんだよね確か一体得意種。怖いな、回収できるもん回収して、いてて、ジャパニーズ忍者、よしデストロイアタック、素材出たかな。いや欲しい素材出ないな。いやあと1個なんだけどな、それが出ればちょっと嬉しいんだけどな。ここだったっけ得意シーンの。お、あぶね、よっしゃ、おっと、よし行くぜ、お出た、よっしゃー出た、欲しいやつ、よかった。よしこれでもうミッションには興味はないとりあえずエネルギーを全部回収して、おおお、ちょっとそんなん聞いてないっすよ、ちょっとそんな聞いてないっすよ。あそこにいるのかあいつ、確かクリスタルここ1個あったよな、この下、これは壊せないのか。 OK、 よくもやってくれやがったな、腹いせだよね、この奥に一体進んでいこう、体力も少ないし気をつけよう。よし、あ、いてていて、おう、かわしてくる、デストロイアタック、いい感じじゃねえか、やったレベル上がったぞ、よしよしよし、いい感じですね。素材とあれが欲しいから、いいか先に進もう、この先だな、エキシードで一気に片付けるか、おい、おっ、くらえ、全員ご苦労、いい働きだった、おお、いやーやったね、得意種初めて討伐したぞ。はーい、ランクは S、 ニュースキルゲット、アタック1、あのマシン、よしよし、あとフリーミッションは3回分ですね、3回分やっていこうかな、じゃあちょっと新しいやつやっていこうかな、ほほほ、不活性結晶、あーははははははこれやりたいんだよねこれやりたい、これやるか、うん、とりあえずこれやろう、これはサクッと終わるでしょ。これより任務を開始する、はーい、侵略者の残魂、はは、目標のアイテム、こっちか、不活性結晶を3個回収せよ、1個は遠いな、またあれじゃん、得意した出くわせじゃん、
よいしょ。ここにどうやら1個あるみたいだね。ちょっとケルベロス足的なものがいるんだったら倒したいね。いやー危ねえ。デストロイアタック、不活性結晶、これか。調べる。ちょっと敵が、敵が、オッケー。あ、1個回収した、よし。で、向こうのエリアだね。いやー早くスナイパーライフル、あと刀作りたいな。そのためにね、多分素材は集まってるから、エネルギーをたくさん回収しなくちゃいけないから、やっぱりあのケルベロス討伐任務はやってみないとだよね。よいしょよしよしよし。いや花粉が辛いですよ。時々ね、あの音声途切れる時があると思うんですけどね、大抵あの花粉で、ちょっと鼻かんでる時だと思うので、そのあたりはちょっとね、皆さんあのご了承していただいて。よいしょ、これ大事だから、この青いのが今の俺には大事だからね。よいしょよいしょ。で、さっきみたいな結晶がこのエリアにもあると。どこにあるんだろうね、これかな。よし、でこの上か、このちょっと、よし、デストロイアタック。よし、行こう行こう。敵もちゃんと倒していかないとお金集まんないのかな。あれ、ここにあれだね、一体特異種、やめてやめて、今君には興味がないんだ。装備がいろいろ強くなったらね、特異種のちょうど任務があるので、それはやろうかなと思ってます。よいしょよいしょ。これはちょっとちゃんと回収してこう。で、この上か。で、おお、ジャパニーズ忍者。いやさあ、デストロイアタック。いていていて、ほっ、いていて、あぶね。デストロイアタック、かわして、よしよし。普通にジャパニーズ忍者出てきたな。よいしょ。で、これを破壊と。ちょっと経験値とあれが欲しいから、しっかり倒すぞお前らも。オッケー、お、オッケー。物資の収集が完了した。ひとまず終わったわね。よし、ミッションクリア。麻痺耐性が強化されました。はーい、いろいろ支給されてるな。この辺は防具に使えるからいいんじゃないかな。よっしゃ、1万、1万溜まったぞ。1万、1万溜まった。1万溜まった。6802。あと3000。ん？あと4000か。約4000。まあ、強化とか含めると、あともう1万ぐらいは稼ぎたいから。やっぱちょっとこれやろっか。これ、ケルベロスの足。バンダースナッチ。これより任務を開始する。
ケロビルスの亜種を発見。倒せるかな。すごい、どうする、攻撃力半端ないとこだったらそんなん聞いてないよっつって。うわあ、ほんとだ、亜種だ。つか亜種って、も亜種ってモンハンか。おお、つうかこの子の攻撃パターン忘れたかも。え、ちょっと固くれないかい。く、あぶねえ、あぶねえ、全然食らってない。え、ちょっと9とか食らってないんだけど、大丈夫それ。頭を破壊すれば。あ、痛い。やべ、ちょっと、硬い。痛い。痛い。あ、痛い、痛い、痛い。やばい、ちょっとこれは攻撃力が足りないな。あ、でも、ちょっと削れてる？なんかマラソンマッチになりそうな気がするんだけど。よし、 OK。 まあ特異種倒してっから、こっちはそう簡単にはねやられないっすよ。危ない危ない。あ、いでいでいで。あぶねえ。OK。 頭破壊したいな、早いとこ。よし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 、いいよ。だいぶ削れてきてんじゃない。よし、いいぞいいぞいいぞ。9しか9とか10としかダメージ与えられてないけど、まあいいでしょう。多分大体合計で40ぐらいか。エクシード使おう、早めに。エクシード使うとだいぶ削れるね。よしよし。よし。左側か。おっしゃ。怖い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 。あー、痛い痛い痛い。危ない。頭両方破壊したか。よし、頭を叩こう。いていてい。で、チャンスがあったらエクシードを使って叩いていこう。ブーストのタイミング使いすぎに気をつけて、で使って、あー、なに、やばい、エクシードの時間がもったいない。まだ来るか。オッケー。あ、いていて。オッケー。オッケー。あぶねー。あいてー。あぶねー。あぶねー。あぶねー。また炎だな。よし、あともうちょっと。オッケー。あとミサイルが怖いんだよね、これ出すか。はい、いていていて。OK。 もう少しでエクシードが溜まる。
ああ、やめてくれー、熱い。オッケー、そしてエクシード3杯行くぜ。これで一気に削ってやるぜ。オッケー、オッケー、かわしてくぜ。あー、くそ、怖い怖い怖い。オッケー、やばい、エクシードが肝心なところに消えた。オッケー、もう動きは見切ったぜ。あ、いいんじゃない。ほら、ちょっとなんか全然かわしていけてるよ。危ないね。オッケー、オッケー、かわしていく。壁際に追い込んでエクシードスタンバイ。オッケー、もう少しかな。あー、ともうちょいだね。よいしょ。オッケー、もう少し。よっさー、倒したー。おお、 S だ、やったー。これより起動する。いやー、終始いい戦いぶりを見せることができたな。おお、 S やったー。ニュースキルゲット、テックプラスに燃焼耐性が強化されました。ゴム繊維、おやった、いい素材が手に入った。あー、あとちょうどあれだね、どっか適当なミッションをこなせば溜まってくって感じかな。得意者は倒せないから、これすぐ終わるかな。サンプル品回収、プラント稼働準備、イーバクラスター、あー、これやる、これどっちがいいか。これやろうか。まあで、星3つだけど面白そうでしょ。これより任務を開始する。はい、プラント稼働準備。プラント3箇所かな、ちょうど。OK、 まずはこっち側から片しに行こう。ちょっとね、ここはね、ほんと上下反転とかがあるから。先頭に入る。おっしゃ、デストロイアタック、お前もデストロイアタックしてる。よし、クソ、ジーが当たらん。とりあえず攻撃力に物を言わせていくしかねえ。あいでーい、やっぱ上下反転難しいな。よっしゃ、よし、オッケー。ああ、もうえらい目にあったよ。で、こっちに行って、開く、オッケー。で、左側かな、最初は。で、これで上に行きまして、すごい、すーごい、浮いてます。で、こっち側かな？こうだね。よし。買ってこい。くっ。よし。はい、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 
オッケー。おお、さあかわしてくる。デストロイアタック、クッ、いていて、こいつ、こいつは爆弾を投げてくるタイプか。いて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 、よし倒した。で、あとは一番奥だね。よいしょん。これ、いいね。ここは楽しい。で、向こう側に行くと。そうだね。この上に行けばいいのかな。よし。うわー、なにこれ。めんどくせえ。いて、いて。こいつら痛いよ。いて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 、おむねおむね、あー痛い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 。よしよし、破壊すれば、あーちょっとちょっと、下から行こう、下から。でもこいつら倒すとミサイル撃ってくるから気をつけないと。よし、デッドのアタック、オーケー。よし、あと反対側になって、これ反対側難しいな。オーケーオーケーオーケー。とりあえず来たところに合わせてやっていけば、えいて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 。じゃあやばい、二度と、いてて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 、いたたたた。よし、あ、こうしたこうしたこうした。よしよし、デストロイアタック。よし、もうちょい。よっしゃー、レベルアップ。まだ来るか、これジャパニーズ忍者や。いて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 、やばい、これはでもむずいな。いていて、オッケー、痛い。うっく、よし、オッケー、よし、こっち側に戻れば大丈夫な。普通に戦えば大丈夫だ。ジャパニーズ自由に弱いから。よし、いていていて、弾がない、危ねえ。方向回復するの早いな。よし、デストロイアタック、どこへ行こうというのかね。やったー、おお、だいぶやられたな。いい働きだった。いや、このステージの最後のこれは難しいね。ミッションリザルト、ランクは A HP プラス10。ほうほう。お、あと1回だね。あと1回なんか適当にやろっか、なんか。なんかサクッと終わるやつがいいな。物品回収。これでいいか、サンプル品回収。回収するだけだったらすぐ終わりそうだから。さあ、行くぞ。はい。そうだね。この6個だけだから、これはすぐ終わりそうだね。サクッと終わらして、いろいろ武装を強化していきたいですね。結構エネルギーもフリーミッション5回かやったけど、それで結構溜まるんだったらね、結構割に合ってるというか、まあ、反抗作戦のメインのミッションをクリアしていくためには、このフリーミッションでどれだけ効率よくあの素材を集めて狙ってこう
え、ちぇ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 、なんてことするんだよ。拾う、拾う、得意種いるからな、ここ。よし、よし、倒したぞ。拾う、拾う、よし、行こうか。ヒュー、よし、あとはここにいる得意種をかわしながらどうやって素材を集めるかだな。はい、いていて、ちょっとちょっと、ちょっと逃げよ逃げよ逃げよ。すーげえ削られた。しかもなんか防御力下がってんのかこれ。ちょっとこいつらで回復するしかない。いていて、痛いよもう。なかなかデストロイアタックになんないな。すーげー削られたな。ミサイル1回であれか、何発か食らったからな。よし、あとラスト1個だね。あれは痛かったな。よいしょ。お、物資の収集が完了した。これでミッションクリアだね。いやー、あの得意種倒すの苦労しそうだな。ニュースキルゲット、 HP プラス5。はい、反攻作戦まで残り時間59秒となりました。速やかに各地準備を完了してください。はい、じゃあちょっと武装作成で作りたいやつを作っていきましょう。これだね、これが作りたかったんだ。よし、これでね、あ、属性をつけることができるので、何がいいかな。威圧感を放つ、はははアタックダウン、アタックダウンか。そのちょっと地味なやついらないな。これでいいか。これ、あ、でもこれとこれ2つつけてみる、せっかくだからね。せっかくだったらね、つけてみて。よいしょ。あー、なるほど。なるほど、なるほど。あー、炎か。まあ、これでいいかな。はい。うわー、すごい。あ、これ、組み合わせることによって、いろいろこういう、名前が変わるんだね。ガセツの氷、かっこいい。なんかすごいピンクとなんかかっこよ。わ、かっこ強そう。いいね。どれだっけ、あと。これか。これ作りたかったんだよね。よしよし。スナイパーライフル。スナイパーライフル。スナイパーライフル、やっぱ雷じゃないの。あ、ただ両方つけるっていうのもありだね。いや、これ両方、あ、迷うな。これと、猛毒。毒か。あ、でも、雷がいいな。雷にしよう。で、雷と、どうしよう。麻痺。あ、麻痺じゃん。麻痺、麻痺、麻痺。髪、もうビリビリのもう、スナイパーライフルにしてやるぜ。お、いいね。麻痺のイカズチ。うわ、かっこいいよ。いいね。これなんかいろいろほんと、組み合わせ次第で、いろいろ、ね、自分の好みの、わ、いいじゃん。これにこれつけて、わ、いいじゃないですか。かっこよくなった。で、武装強化で、まずはこれからやっていこうかな。もうレベル5ぐらいまで上げたいね。片っ端からいこう。片っ端からつけて、なかなかレベルが上がらないな。ああ、なるほど。これでこれレベル5になるとダメなんだね。じゃあレベル4のギリギリにして、素材をね、そんなに
たくさんあってもね。これか。よし。強化して。で、あとこれだね。これもレベル6ぐらいまで上げたいね。あ、お金が足りない。これはじゃあこれでいいか。よし。まあ、いらないやつはね、これ売ればいいから。よしよし。あとはスキルだね。どんなスキルをつける？あ、だいぶいろいろつけれるな。よいしょ。あ、HP とかは欲しいね。よいしょ。じゃあ、まずは HP つけていこうか。HP をつけて、で、あ、いいね。これはつけた方がいいね。あとは？燃焼耐性。燃焼耐性か。燃焼耐性あった方がいいから、これつけて、あとつけてないのは、この辺か。これつけて、で、アタックプラス1。リンクさせて、テックプラス2を、これとリンク。あとはスキルはつけられないかな。あと1個ぐらいつけれそうだけど、これつけて94か。じゃあこれでいこう。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。いろいろですね、武装を強化して、まあ、ちょっとね、強そうな装備を作ることができたので、次回はこの装備でね、頑張っていこうかなと思うので、楽しみにしておいてください。そういうわけで、次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。